アニメは多くの才能が携わることで名作となります。美少女戦士セーラームーンを作ったもう一人の作った人はこの方です。どうぞお答えください。声優の三石琴乃さんです。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりなんですか、お会いされるのは。はい、そうですね、すごい久しぶりですね。的にも久しぶりですよね。現場でも久しぶりですし、でこのセーラームーンの月のうさぎが初めての主人公の役だったんですか。そうです、はい。やっぱりその主人公を役やるってプレッシャーありました。何もかもプレッシャー。何もかもプレッシャー。はい。生活からって一変するような感じでしたか。生活は、うん、あのそこそこ普通に貧しく生活してたんですけど、うん、ちょっと貧しく生活してたんですか。はい、はい、でやっぱりでも仕事場に行く時だけこうテンション上げて頑張るみたいな、うんうん、そういうこう落差が激しい生活にはなりました。オーディションってやっぱり受かるの一人だけなので、はい、まあね、落ちてばかりでしたから、あ、まあダメ元でっていう姿勢で臨んで。そのオーディション会場でその監督のこと覚えてます？いたのは覚えてるんですよ。印象あります。でちゃんと丁寧にこのキャラクターはみたいな説明をちゃんとブースの中に入ってきてくれて説明をして、はいはい、でその月に代わってお仕置きをっていうのも入ってたんですけど、うん、オーディションの時にやっぱり技の名前とかも、はいはい、ポイントになるので、キャラ表と、はいはいはい、セリフと、はい、その時に監督はもちろんまだ映像ができてないので、はいはいはい、こんな感じでこうやってこういう風にやるんですって、はいはいはい、やりながら監督が直接指導。ちなみに監督どんな感じで指導されたんですか。本当ですか。思って、はい、なんかオーディションで緊張してるんだけど、緊張してる大の音なんか、はい、こんなんなよっとな感じで、そこで弾いてもダメですしね。はいはいはい、ダメですもんね。そこはいや、もう監督の頭の中にはもちろんあったでしょうからね。そうです、こういう感じの変身ポーズでっていうのは、まあ、どういうポーズにしようかなと思って、はい、家で考えて。それはあの実際の変身ポーズにもなってる形ですか。監督がその時思い描いてた形は、それも多分絵コンテになってるので、はい、こう月に帰ってお仕置きよって多分やってるんですけど、はい、最初は死刑からあ、そう、ガキデカの死刑、これはダメだろうなみたいなっていうところから最終的にここに落ち着く。そうだったんですか。最初こうだったんですか。最初こう、セーラームーンがお尻プリッとさせてこうやってね、死刑ってやってたら、ですか。実はそう、期限をたどっていくとガキデカだったと。そうそう、ね、聞かなきゃよかった、ね、でもこの死刑をちょっと女の子らしくして可愛いアレンジしたらこうなったって、うん、こうなったと。で念願の主役、うん、どのような意気込みで決まったと臨みました。もう決まった瞬間は電話でね、うん、事務所から聞いて、はい、天にも昇る気持ちだったんですけど、はい、その後にシナリオっていう台本の前の段階の10話分ぐらいドサッとこれ読んどいてくださいってきたり、はい、もうそこからも手が震えるほど緊張してきちゃって。初めての主役ですね。そうですね、はい、で周りを固めてくださってるのがもう私が子供の時実際にもうテレビから聞こえてきた声の方たちだったので、はい、それはそれは緊張して、うん、勝手にプレッシャーを自分でかけて、うん、でもう視野を狭くしちゃって、もうそのいわゆるその脚本、うん、シナリオを読み込んだりはしたんですか。でも何回も読みました、はい、で割と私手に汗かくタイプなので、はい、台本が割れてヨレヨレしてきちゃって恐縮にゃみたいなそうですね、うん、でアフレコの前の日の夜なんかは、はい、緊張してたせいか、うん、アフレコの夢を見て1話の、はい、で徹さんとかハンさんが後ろで見ている、はい、でもマイクがない、マイクがスタジオの端っこに片されているライトが当たってない、字が読めないみたいな、はい、そういう夢を、恐ろしい夢見たんですねそうなんです。でなんかこれ情報によりますと、はい、ダビングにまで顔を出してアニメ作りを勉強していたっていう。そうですね、はい、普通アフレコ声だけ撮って そ, うです、ね、でその後の作業で音楽とか SE とか一緒に椅子のせいでダビングするんですけど、うん、その作業を見に行って、うん、自分の声が
客観的に聞くことが気になったんですか、はい、うん、うまくやれたのかと OK もらったけど、あれで私大丈夫なのかという、もう心配で心配で、別な人に差し替わってないから。あとはどういう作業をするのかとか、あ、もうアニメの世界のこと自体の、まあ、勉強ということもあって、 そうですね、はあ、それを知ってからはやっぱりここで音楽が入るとか SE が来てからセリフとか、うん、なんかそういうタイミング、うん、でここがもうガヤつって、はい、あの周りの音がうるさい時は声を大きく出さなきゃいけないとか、うん、そういう、なんでしょうね、あ、なるほど、うん、三井さんにとってセーラームーンがそういうのを教えてくれた経験だと。そうですね、なるほどね、まあ、そんな三井さんが演じたセーラームーンこと月のうさぎを探ることでどんな真実がわかるんでしょうか。それでは美少女戦士セーラームーンの真実覗かせていただきます。